皆さん、こんにちは。スプランです。 さて今日はですね、イルビームゼロのランドセール。これの発表がね、今日11月29日の午後にありました。なので、早速ね、お話ししていこうと思います。ちょっとね、編集はあまり入ってないですけど、概要がね、きちんとわかるように話していきます。いつもね、チャンネル登録してくださってる方はね、こうやってね、早く見れているので、まだの方はね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そんな感じでいきましょう。イルビームゼロのランドセールですけど、明日ね、こんな動画出すんですよ。で、こんな動画で、まあちょっとお話ししていくんですけど、まあそれを除いたね、ちょっと概要をちょっと お話ししていいこうと思います、まあ、簡単に言うと、このオーバービューというところに出ています。セールの期間がわずか3日間しかありません。で、売られるね、数がね、なんと全部で10万区画あるんだけど、そのうちの今回のランドセールで、え売られるのが2万の区画になっています。その中で、まあ、ティア1から5ね、これも明日の動画でね、きちんと解説してますけど、1から5に行くにつれて数が減ってきます。なんとティア5は2つです。 で、ちゃんと、えっと、イーサリアも通して、まあ、買うことができるのが、この t i 1から4になっています。そして、この NFT のランドですけれども、リージョン、7個のリージョンからなっています。どういうものかというと、アフィニティですよね。例えば、アトラスナンバーワンのやつだったら、あれはウォーターでしたよね。ウォーターがいたりとか、あとは、実際にイルビムゼロだと資源を取ります。なので、どんな資源が取りますかっていうものが異なるものがあるんですね。なので、そんなリージョンが7種類出てますよっていう感じです。 はい。で、実際にどのぐらいのね、じゃあ、資源とか、まあ、あと燃料ね、フューエルっていうのがあるんですけど、取れますかっていうのが、ここに書かれています、うん。で、大体ね、売られてるのは TI1 からね、読んで、エレメントの数と、あとフューエルの数ですね。であとは、どんなランドマークがありますかっていうものがあったりします。うん、で、まあ、ここはやっぱり上に行こうといいってことですよね。で、そこはやっぱり、皆さんの価格ですよね。<laughs> うん、お財布と相談してくださいっていうところだと思います。それで、ランドの価格がこんな感じで決まっています。 えー、ティア5はもうオークションです。で、ティア4から下のものは、ティア4が最初が20イーサリアム、3が5。 え、t j 2が1 5 t ィア1が0 5イサリアムになっていて、これ2時間はまあ価格が下がっていきます。1分につき2%ずつ下がっていきますよって感じで、まあ、公式の情報だと、まあこんな感じのね情報しかないので、ちょっと私の方でグラフを書いてみました。こんな感じですね。ランド価格の、えっと、時間変化を書いています。で、販売からの時間を x 軸に書いて、ランドの価格を縦軸に書いています。ちょっと拡大してみましょうか。で、そうすると青がね、 ティア1、緑がティア2、赤がティア3になっています。で 開始直後が、まあ、t i a 1が例えば0.5イーサリアムだったら、もう1時間ぐらい待てばね、0.2イーサリアムを割り込んでくるんですよ。で、2時間も待てば、おおむね価格が10分の1になります。これは、価格が初期に対して10分の1に、まあ、120分、2時間になるというものは、ティア1 2、3、4、初期の値に限らず、まあ、必ず10分の1ぐらいになってきます。なので、ティア3とか初期,期がね、めちゃめちゃ高いんですよ。で、きちんとグラフにしてあげると、まあ、t j 4まで書くとね、こんな感じのグラフになってます。 手がねちちちょょっっっっとと数取っていいるるのででチンンンカンプにななゃう人もいるかもかしれないですけどティア4の場合でも、まあ、これ20イーサリアムから始まるけど、まあ、120分2時間待てば2イーサリアムなので、今だと100万円ぐらいですかね。なので、まあ、届かなくはないという人もいるのかなと思います。ティア3に至っては、初期が5イーサリアムなので、0.5イーサリアムぐらいまで2時間待てば落ちてくるっていう感じです。なので、まあ、割とね、買えなくもないかなという人も多いんじゃないかなと思います。そんなところで、まあ、価格の情報がね、 ちょっとこのグラフ、皆さんね、持っておいて参考にしてみてください。ツイッターの方もね、えっと、ちょっとこれ流しておいたので、そっちもね、ちょっと。 画像ね、落としておいていただいていいので、えそちらを参考に、まあ、ちょっと価格相談してください。はい。で、そんな感じで、と、もあるんですけど、あとは、まあイルビウムのこの値段ですよね。がどうなってるのかっていうのが、まあこの、そう、速報のレポートに書かれています。まあ、基本的には、あの、価格というものは価格の自動調節機能ですよね。うんで、まぁ、あ、保たれてます。で、今回は、あの、インサリアムのブロックチェーン上っていうお話なので、DAO ですね。自律分散型投資金の中で、ま25%の価格の上位 上下があったら、それが自動的に調節されるみたいな感じのものになっています。で、あとはここのランドセールに関しては、s イルビウムかイーサリアムのどちらかのトークンしか使えないので、そこはご注意ください。イルビウムコインの方はね。ちょっと使えなんで、そこは気をつけてください。はいで、あともう1個。この価格。 土地を買うときに、イーサリアムのガス材ですよね。それが気になっている方がいると思います。そこで、レイヤー2ですね。え、イミュータブル X というものがあります。もちろん私、こんな感じでね、動画作ってるので、そちらを見てみてください。わかんない方はね、後で見てみてください。再生率に入っています。そんな感じで、イミュータブル X は入るのかっていう話なんですけど、そのレイヤー2のイミュータブル X は、基本的には、現状は入らないということです。まあ、この組織ですね。えっと、運営側が、まあ、考えは当然するけど、まあ、 するにしても、まあ、今回の、まあ、セールの初期に続いて、まあ、後から出すよ、みたいな感じのことを述べてます。ということで、えー、ま、言いサリやのガス代はかかってしまいますが、ランドセール、まあ、ね、入ってきたら、頑張って買いましょう。はい。こんな感じで、ね、スプランでは、イルビーム、これに関して、誰よりも早く。 日本語で正確な、なるべく正確な情報を意識してね、こう配信してます。よかったら、情報に乗り遅れないよう、チャンネル登録よろしくお願いします。また、再生リストにもね、過去のイルビウム、どんなステーキングをすればいいのとか、うん、やり方、登録の方法がわからないとかね、そんな悩みも全部解決するような動画が詰まっています。よかったら、そちらの方も覗いてみてください。再生リストですね。はい、そんな感じで本日は以上になります。ということで、皆さん、また明日動画が出ますので、お楽しみに。